やっほー。あの前のね動画でさ、私さあのこうじゃみたいな、邪気みたいな、邪気っていうか邪念みたいな、ちょっとなんかこう重めのね、重めのものをこうシャ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 ってさ、あの払ってくれたんだけど、払ってもらったのね。でその次の日、昨日満月のね時その日満月、そう満月のさ、その前にあのなんかふと お掃除をしてくれた人はさ、そのさインドのさあのおばさんだった、おばさんっていうか失礼だね、あの人だったじゃん、カーリーっていう、もうすげえなんかもう強強のもう悪魔かっていうぐらい強強のね、あの神様みたいな人がいるのよ。でその人はまあ要は破壊するのがもう大得意っていうか、もうそれ専門の人みたいな感じなんだけど、あの破壊創造の神みたいなね。でその破壊担当みたいな、な女性のね存在がいるんだけど、その人がやってくれてて、でそのつながりからあのドラゴンのねアクティベートっていうか、まあドラゴンに合うみたいな、そういうなんかあの機械がねあって、それを一回やったのよ。何言ってんだろうねって、儀式ではないんだけど、まあ、そういう機会がありました、それやりましたって。その時はこうそのドラゴンには乗ってないわけ、きっと自分のドラゴンなんだろうけど、乗るは してないのよ。とりあえず挨拶 してなんかやっと会えたね的な挨拶をしてさ、もう感動してさ、喜び感動って、それで終わったわけ。もう何にもいらねえみたいな、もう久々に会えて、もうわしゃ嬉しいっつって、で終わったんだけど、でその日の夜、まあ、満月のさ、夜だからさ、それであのお湯に浸かろうと思ってさ、お湯をさ沸かしてったわけね。でさ、はい、水も用意しました。さ、入ろうかなと思ったら、あの、ポケットの中から、ポケットに入ってる、あの、携帯がいきなり、あの、そのドラゴンに会う時に、こう、流してたものが、いきなりポケットの中から鳴り始めたわけ。え？って。で、それって、あの、その鳴ってる曲とかじゃないんだけど、なんかそれってね、あの、YouTube とかじゃないのよ。ドロップボックスっていうクラウドに保管してるデータなわけ。だから、そんじょそこらで、なんか、こう、誤作動で出てこないのよ。まあ、YouTube 開いてる状態で、ポケットに入れてて、なんかが触ってさ、YouTube が再生されたみたいな話じゃないのよ。ないのね。ドロップボックス中に入ってるから、もう入らないと無理だし、もうあれ顔か、パスワードかとかじゃないと、ログインできないから、そんじょそこらのですぐ取れ出せないのね。んで、あれと思って、慣れ出してんじゃん。あ、私、風呂に入りながら、もう一回、さっきは乗れなかった、なんかこう、乗れなかったっていうか、あの、乗る手前でもう感極まっちゃって、それで十分だと思ってた、その、あの、ドラゴンとのなんか再会みたいな、
やつをもう一回やれってことね、つってやった時には乗れたわけ。だから乗してくれたんだけど、ビヨンって手やってくれて、ここに乗っててさ、私がビヨンって。でさ、それまあそれはそれでもよしと。でそれが終わって、でその後に、なんか YouTube 見てたら、なんか気になる、なんかタロットかオラクルかなってやってる動画があって、なんかすごい気になるのがあって見たのね。言ったらなんか選択肢3つがあって選ぶわけ。もう直感で選んで、で、なんか、なんかまあ、このオラクルみたいな深掘っていくんだけど、で私が選んだものが、本当に、目を疑ったというか、私、そのね、その、わしゃ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 、わしゃわしゃしてるんだけど、それが、私がさっき乗ったである、ドラゴンの色で、目もその色なのね。で、要はドラゴンに乗ってる、なんか、まあ、少年か少女かわかんないけど、ドラゴン乗って、そのオラクルカードだったわけよ。で、そんなさ、見てさ、選んでないからさ、で、それでさ、え?ってなって、全く同じやつ出してきてんじゃんと思って、びっくりしちゃって。へぇーって。でさ、まあ、聞くだけさ、聞いてさ、たら、あわわわわわわって言って、なんかこう、あまあ、いろいろこう、まあ、シンクロっていうかさ、まあ、繋がっていくわけよね。すごい不思議なね、また体験を、まあ、その他方の時から、含めて、ダダダって、この満月の時までダダダダってやってさ、すごい不思議だったの。みんなも不思議だったことあった？この満月タイミングで。すごい不思議だった。なんか、もう本当にタロットでいう戦車みたいな、チャリオットって感じだった。ダダダダダダみたいな、すごいスピードが速く、なんかいつにも増してこう分かりやすい、分かりやすいやり方で、こうこっちこっちこっちみたいな、はいやれやれみたいなのを言ってきてくれて、でそれに私はもうなんかこう、もうやりまーす、何も考えずやりまーすみたいな感じでダダダダダダって終わったんだけど、満月終わってびっくりしちゃった。でまだね、これがきっと終わりじゃない、まあ、新たな世界線っていうかさ、私にとっての第何章みたいな、こう新たなステージが始まるところにやっと立てましたかなっていう状態だから、またこっからもっともっとなんか深掘りしていかなきゃいけなかったりさ、もっと何学んでいかなきゃいけないことがたくさんあるとは思うんだけど、とりあえずこの10月だったねって、結構長いことねくすぶってて、そのリュウちゃんのこととかはもう特になんか、ほらリュウちゃん、ピーちゃんっていうリュウちゃんがさ、ついてきてくれたりとかさ、黒龍とかもこういたじゃん。それ去年の夏だね。だから1年は経ってんだね。でなんかわわわわってなってたんだけど、私がまだきっとね、まあエゴもとかもあってさ、まだこうその準備が整ってなかったわけよね。だからこう変わりたいけど変わりたくないみたいな感じだったんだと思うんだよね。自分ではほら分かんない、こう深層心理では変わりたいと言いつつ変われない
それはまあ変わりたくないって、その要はあの心地いい今のこの安定したっていうかさ、もう分かり、もう、うん、このコンフォートゾーン出たくないみたいな。だっただろうよって、あの買われてないってことはそうだろうよと思ってたんだけど、なんかこうあのあと一押しなんかなと思ってて、そう、それがなんか いきなりあのもう私一人じゃちょっと、ま、無理っていうか、あの待ってられねえよって多分しびれを切らしたのね、きっと。周りの、 あの方たちが、それでもうあの強制的に介入してくれて、ダダダってこう、まあ、剥がしてくれたっていうか、お前ここだろボーンって、ここだろ立つところビヒョンってやってくれたみたいな感じなんだけど、うんうん、そうだね、そう。だからもうなんかこう変わりたいけど変われない、その原因も分かってんだが脱ぎ捨てられないとか言ったら、ちょっと外注してもいいかもね、うん、ちょっと一人じゃ時間もかかるし、方法もちょっとようわからんから助けてくれまへんかって言ってさ、あの外注してもいいと思うわ。あの周りのね、あなたを守ってくれた人ね、私に言われても、あの私守護神じゃないからさ、先祖の人でもいいし、こう見守って、あのおばあちゃん見守ってくれてるなっていう気がするわとかさ、こう生きてる時はあんまり関わんなかったけど、なんか亡くなった後にすごい見守ってくれてる気がするとかさ、そういう感覚があるってことはもう絶対見守ってくれてるわけだから、なんかそういうこうなんか感じる誰かがいるんだったら、その人向けにね、できればその宛先はあった方がいいから、誰かわかんないけどお願いしますっていうよりは、誰々さんお願いしますとか、その管轄の方ってこう宛名をやってくれた方が向こうとしてもね、こうあの案件受理しやすいみたいな感じだと思うからっていうのをやってみてください。そうですまだあのこっからですけど、私もね精進していきまふんで、みんなもね、自分を気づくことでね、まずね、意外とみんな自分のこと分かってないから、私も含めね、だからレディーになってない、なってなかった、あの時期が長く伸びちゃったから、もっと深く本来本当はどう思ってるとかさ、表面上じゃなくてみたいなことをこう掘り下げて行くっていうトレーニングも私もこれからまたやっていこうかなと思う。以上、とりあえず満月の時にまたアップデートした話でした。バイバイ。